から7年ぐらいかかりましたけど、でそれ僕やってるんですけど、うん、どんだけ幽霊にさせてくれるの。リフォームとかする必要ないです。すぐ買ってます。車10台で。実は飛び切りいいんだな、気になるんですけどね。そういうことやな。でも1でええんちゃう？1で1から始めてって次に2に行ったら、そっちやろな。だ5年間で目指せ10億。10億、夢あるわ。豊かになってください。成人とこ、今日は不動産だよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰してます。ご無沙汰です。これが、はい、物件ですか。150万で決めた物件です。お前写真撮るのうまいな。そうですか。思ってた以上にボロボロやったわ。足すとしても、ええ、もうちょっと綺麗にしてあげたいわ。 YouTube で配信するのにもせいじゃあんな汚いの貸してるでみたいに、なってもでも綺麗になりますんで。まあそう、あ十分賃貸つきますから、うん、そうな、はい。せーのおー、これ靴のままでいい。これまあ今はいいですよ、クリーニング前なんで。なるほど、はい、失礼しますよ、はい。あれなんかでも水回りとかは、あ、もう綺麗にしてますね。綺麗やで、はい。ほらお風呂ですね。お風呂、はい、ちゃんとあの追い焼き付きのお風呂が綺麗やんか。でこっちが、こっちはキッチンですね。キッチン、はい。へー、前の方が一応IH コンロとかつけてくれてるんで、まあ、給湯器とかもまだ全然使えるんで。ちょっと年配の方やったんや。そうです、そうです。あー、やっぱ年配の人はな、 IH の方がいいもんな、ね、これ、まあ、勝手口。そうです、そうです。でもこの勝手口に入るまでの道が細くなったね。いいですね。はい。これちょっとブヨブヨしてるの。あ、ここはあの床ちょっと張り替えますね。だ、打ち直して、で、フロア張り張ってっていう。こんなお金かかんないんで。俺の友達の暇な社長連中を集めたらやってくれそうだけど。社長自らですか。社長だって暇やん。あ、まあそうですね。うん。間取り的には 5DK、 まあ一部屋一部屋が、まあ、小さいけど、小さいけど、はい、5部屋あるんですよね。上も結構部屋数多いんで、4畳半2つあるんで下に。なんでまあ部屋数多いんで、例えば子供さんの数の多い母子家庭さんとか、うん、だったら結構もうすぐ決まっちゃうと思うんですよね。子供なんかもうここ割り出したらお金すぐ行けば階段下のスペースでここな、いろいろお金になる。これもちょっとした物置ですけどね、うん、三浦なんで、うん、トイレはあのあ、ポットン、はい、乗せるタイプの洋式っぽくしてありますけど、だけで下は和式なんや。そうです、そうです。それはちょっと直さなあかんじゃん。そこだけ、はい、簡易水洗っていうのに、うん、まあ、10万ぐらいかけて入れ替えれば、うん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 、それはもうあのいいと思う、直した方が。そうやね、はい、人間らしいこう文化的な生活を ね、 そうですね、送ってもらうな、はい、なるほど。これで家賃いくらぐらいになるんですか。大場だと5万ぐらい。5万、はい、5万ですか。5万ぐらい、まあでも6万5000ぐらい狙えると思ってます。へー。これはあのちょっとあれですね、屋根裏収納。屋根裏収納、階段下ろせばこう上がっていきます。怖っ。いや、ほんまあの手首さえ完璧だったら上がってたけど、ね、手首が今日頭痛風です。お、頭痛風っていうんですか。そうや、痛風じゃない、痛風じゃない、うん、前言ったら五十肩とかと一緒で、ここもう突然痛くなる。じゃあ私行きましょうか。じゃあ私行きましょうか。じゃあ私行きましょうか。じゃあ、はい、社長行ってください。社長、じゃあカメラ持って、うん、すみません、このまま社長、あの売れるように撮ってきて。幽霊がいない。売れるで、あ、わかりました。みんなが借りたいと思う。借り手がつくようにってことですね。借り手がつくように、まあ、今ちょっと電気止まってるんであれですけど、あ、
結構物を置けますよ。まあ、6畳分ぐらいありますかね。へー。なんかちゃんと上にベニヤ貼って、うん、たあの平らにしてあるんで、うん、物を置きやすいようになってますね。なるほど。さあ、なんだか、ここも4畳半やそうですね、4畳半、ずっと4畳半。ここは割と広めですけどね。6畳、6畳。はい。いや、でもええんちゃう。中村モンドがここに1両を隠してて、すぐ見つかれる、あいつの。はい。こっちは10畳半だから。これ10畳ぐらい、そうですね、ありますね。ここがだからセカンドリビングとして当時は。あ、みんなのたまり場。はい、これテレビから通ったんじゃないかね。すごいな、これが150万150万です。150万で、うん、50万ほど払って直して、うん、賃貸に出せるレベルまでいいと思うんですよ。いわゆる築50年の建物になればいいわけな、はい、ファミリー向けに7万5000円ぐらい目指してみるとか。お、賃貸、賃料。お、はい、大家族で住んでもらうという条件でやりますか、じゃあ。はい、いいと思います。ほんで直すのもざっくり見積もっといてくれる。わかりました。で、リフォーム費用の資金の調達に、うん、ちょっとあの銀行の支店長紹介しますので。マジで一緒に行っていただいて、うん、やっぱスーツで行った方がいい。いやいやいや、もうこのまんまで、はい、散髪は。いや、散髪も大丈夫です。大丈夫です。あ、そう。はい、もう手ぶらで大丈夫ですよ。大丈夫。なんか持っていくと、うん、まずいんで、逆に。あ、なるほど。これは大概やな。今までこの家に3回車突っ込みます。あ、そうなんや。ぶつかったところのちょっと傾き感じました。傾いたね、そこが。はい、こっから実は下がってます。おお、なんて言うんでしょう、勾配が取れてる。ちょっと、はい、